どうも皆様こんにちは、グリードです。皆さんエクスプレス追加されます。これでまたピネダごっこがねできますね。またピネダってもう知らない人とかいるんじゃないですかね。またピネダもね、もう相当有名なミーブですけど、もう知らない人も最近出てきてるんじゃないでしょうかね。ホールドミッドシーズンアップデートということで、ダーティーボブの新マップ追加されたり、刀追加されたりなどしてますが、僕が一番嬉しいのはやっぱりこれですね。リーグプレイ追加。いや、これやっと。やっと来た。リーグプレイはまあ CDL ルール、まあ世界大会ルール、競技シーンルールでの、ランクシステムですよ。まあ4対4のガチなね、ランクシステムが多分追加されると期待してるんですけど、ちょっとね、僕すごく不安なことがあります。まあこのリーグプレイ、まあ BO2 かなから追加されてて、まあすごく BO2 とか、あとワールド O2 のね、リーグシステムはすごく人気だったんですよ。まあしっかり同ランク帯と、マッチングするようになってて、まあ勝てば上がるし、負ければ下がるし。で、ワールドウォー2とかね、ランクが上がっていくとね、海外のプロ選手とかとマッチングしたりとか、かなり面白かったんですけど、コールドウォーの前作、ブラックオプス4のね、リーグシステムは、まあ、ひどかったんですよね。もう覚えてますかね？多分 e スポーツファンはかなりもう、まあ不満を持った人が多いんじゃないでしょうか。まあリーグシステムだけど、リーグシステムじゃなかったんですよ。ちょ、何言ってんだって話だと思うんですけど、ランクシステムじゃなかったんですよ。名前はそのリーグプレイっていう、まあランクシステムですよって言ってるのに、結局そのマッチングかけると、どのランク帯でもマッチングするっていうね。まあ人口が少なかったのか、何なのかわかりませんけど、競技シーンルールでプレイしてる、ただのカジュアルマッチみたいな状態だったんですよね。もう本当に謎。で、一応ランクがね、まあ、その各プレイヤーについてたんだけど、別に下がりもしないし、ただプレイしていけばどんどんただ勝手に上がっていくだけ。そして誰とでもマッチングするっていうね。もう本当ね、ランクじゃなかったんだよね。トライアーチの前作、ブラックオプス4で、リーグプレイがそのような仕様だったので、正直ね、ちょっと心配なんですよね、今作。また同じような状態になるんじゃないかなっていう。そしてね、モダンオーフェアに限ってはそもそもリーグプレイ来ませんでした。ランクシステム来ませんでした。これはね、なぜでしょうね。ウォーゾーンに集中してたからでしょうかね。海外プロのね、反応を見てると、やっぱりみんなね、ワールドウォー2のリーグシステム、来てくれっていう声がね、一番多かったと思います。まあ僕も来るなら、ワールドウォー2のリーグシステムが来てほしいですね、本当に。で、いつ来るんだっていう話なんですけど、今回の発表で、まあ各モードとかマップ、いつ来るんですよとか、今もう、配信されてますよってこうね、表示がされてるんですけど、リーグプレイだけインシーズンってなってるんですよ。まあ、つまり、シーズン1中にどこかで来ますっていうことらしくて、確かシーズン1が僕が間違ってなければ2月24とかだったので、まあ、2月の24までには来るみたいですね。まあ、エクスプレスが、4日なので、まあ、エクスプレスの後とかにもしかしたら追加されたりするのかな？どうなんでしょうかね。あ、そういえば、コールオブデューティーリーグ世界大会が、2月の23、24で確かね、始まるんですよ。なので、もしかしたらその辺のタイミングかな？あ、でもそうすると本当にシーズン1の終わりかけみたいな時期になるのかな？もしかしたら。まあ、首をね、長くして待ちましょう。そしてね、今回の動画は、ちょっとね、迷彩解除の動画です。もう迷彩解除、もうスナイパーが終わりかけで、で、スナイパーが終われば全メイン武器が終わります。で、ランチャーもね、もう RPG がもう終わりかけで、もう、それが終われば、ランチャーもダイヤモンド迷彩になるので、もうランチャーがダイヤモンドにできたらね、ほぼほぼ勝ち確ですね。今作は盾がないので、だいぶ楽です。正直。今回はバレットと RPG 担いで新モードのね、ドロップキックかな、行ってきました。よかったらチャンネル登録、高評価でよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思う。おーっと、カイムがいきなりスモークたかれちゃった。おーノー、壁抜き。さあ、まあ、余裕があったら、ランチャーのダブルキル。おーコラテラロー。コラロー。ランチャーのダブルキルも狙いたいですね。でもほんとランチャーがね、ダイヤになったらもう勝ちですよ。もう、勝ち確。DM ウルトラまで勝ち確。あ、味方後ろ！つけられてるぞ！後ろ待って、見えない見えない、味方で見えない逆に。さすがにもうこの位置やばいかな。味方、こっち。Yes. いや、撃って、こっちから撃てるな。ワン、ツー。危ない。逃げられるかこれ。一枚こっち来てるね。ここはリロードせず。うわあ、くそ
開幕9連続球でストップいやー、まさかゴースト持ちが一人いたとはな。おっと、ナイスやってくれたかな。こっちは大丈夫かな。いや、3倍サイト見やすいですよ、これ。さあ、今敵がね、ボムを持ってる状態なので、敵リスポーンできない状態。で、3人、あと3人。あ、臭いも臭いも。あー、なんかケツケにいるんだけど。まあ、ボムはね、位置が確か見えてるはずなので、てか見えてるよね。だから、敵がこっちに寄ってくるはずなんですけども、寄ってきてますね。おい、ヘッドショットかましていく。ヘッドショットじゃないですね、今の。リロードしたい。リロードが遅いんです。あ、待って。固まりすぎてこれ。G エンドや。あ。どうする？拾わせて。あ、なんか引っかかっちゃった。そうじゃないんだ。さあ、敵拾ってくると思うので、あらかじめ、フラグ入れて。2階にいる敵は？はい。で、砲撃溜まりました。うん、どこだ、どこだ、どこだ。はい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 。あー、クソ M、クソ M。これ、後ろ湧いてるぞ、多分。え？え、なんで？なんで戻ってくるん？え？なんでバレたんだろう、今の。当たるかわからないな。まあ、なんか適当に。この辺に置いときましょうか。というか、ボムがこっちに寄ってきてるぞ。反射。あれは味方やってくれるでしょう。で、絶対こっち来るな。もう来てるね。まだ来そうだぞ。まだ来ると、まだ来ますね。スタン当たりましたね。2回も注意だけど。多分こっちかな。あ、でもミサイル溜まったから先に呼びましょうか。いいぞーん。なんか近くおるね。当たんなかった。よし、ボムやれたかな。で、なんか、どうだろう、これ。僕の近く湧いてそうですね。味方周りいないし。敵やった。普通に敵やった。いや、楽しいな、この武器。なかなか普通に上半身狙えれば一発でね、死ぬしね。なんか全然ワンショーで死なないって噂聞いたんですけど。拾いたいけど、周りがな、敵ばっかだな、これ。これは一旦味方と合流してからのショット。からのショット。反射にさせた。ありがとう、ありがとう。カバーありがとう。これ敵集まってきてるね。あれ？どうする？フラグ入れて、後ろ脇も気をつけた方がいいか。どうだ？もうちょっとオービタルなんで、この連続キル繋げたいですね、ちょっと。よし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 。どっちから来るかな？あ、待って待って。まずい。あー、ごめん、行っちゃったかもしれん。で、なんかさ、ジャミング？これ、どこだろう、このジャミング。カウンター指出てんのか、そもそも。わー、カウンター出されてるの痛いですね。オービタルが使えない。あ、で、全然映んねえじゃん。全然映んないじゃん、もう、ランラン。よしよし。もうね、今の装備めちゃくちゃ覗き込み遅いからね。いやー、当たんない、もう。ああ、厳しいよ。ここだよね。バスケで湧くよな。反射出た。先に奥の敵やりたいね。後ろ湧いてない？うわあ、なんだこれ。ああ、これ湧けないやつ。湧けられないやつや。お、これ拾えんじゃない？ああ、無理しい。無理。ワン。スイッチ入られちゃったね。まあ、1枚削ってあるから。どうだ？もう1枚やれるか。登ってこないな。バスケ逃げたね。バスケ逃げたね。あ、これ出てくるやつや。よしよしよし。で、空爆溜まったんで、センター来るかな？どっちかっていうと。まあ、適当に落としておいて。ワン。ほら、2枚飛んだね。これセンター脇かな？僕の後ろも湧いてそうだけど。あ、クソ M しちゃった。肝心な時にクソ M しちゃう。後ろ来てない。やばい！あー、今エイム合ってたんだけどな。まぜまぜ。接戦になってる、接戦になってる。囲め、囲め、囲め。ナイス。はい、というわけで、まあまあまあ、ぼちぼちじゃないですか。結構サクッと終わりますね、このルール。というわけでお疲れ様でした。前回の動画で、新メンバーシリウスくんとの対談動画を上げたので、よかったらね、まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。というわけで、お疲れ様です。